レネクルヒンは、ユーゴスラビアマリボル出身のスロベニア代表サッカー、選手。CD カステリオン所属。ポジションは MF。故郷のクラブである NK マリボルの下部組織を経て、2007年1月に、セリエ A のインテルナツヨナーレミラノの U-17 チームに移籍した。2009年7月、当時のジョゼモーリーニョ監督によって、トップチームへ招集され、 アメリカ合衆国で行われたプレシーズンマッチに数試合出場した。9月13日のパルマ FC 戦で後半33分からベズレー・スナイデルに代わり途中出場しセレーデビュー。11月1日に行われた AS リボルノカルチョ戦で初先発を飾った。11月にはクラブとの契約を2014年まで延長した。2010年7月 ボローニャ FC に共同保有権が譲渡され、2010から11シーズンは、ボローニャで4試合に出場。翌2011から12シーズンもボローニャに止まり7試合に出場。2012年3月11日の SS ラツ予選で、セリエ A 初ゴールを決めた。シーズン終了後の6月22日には、共同保有権が更新された。2012から13シーズンは、 自己最多の21試合に出場。2013から14シーズンも共同保有が更新され、ボローニャで4シーズン目を迎える。2014年6月にインテルが保有権を買い戻す形で古巣に復帰した。2015年1月30日、コルドバ CF にレンタル移籍。シーズン後半戦でリーグ戦14試合に出場したが、 クラブはセグンダ・ディビシオンに降格した。2015年7月23日、移籍金100万ユーロでグラナダ CF へ完全移籍し4年契約を締結。8月30日のヘタフェ CF 戦で加入後デビューするとフル出場しチームの2から1での勝利に貢献した。2017から18シーズンはリーグンの FC ナントへシーズンローンとなり、 シーズン終了後に買い取りオプションが行使された。2019から20シーズン終了をもって、クラブとの契約を満了し退団した。半年以上フリーの期間が続いたが、2021年2月9日に、セグンダ・ディビシオンの CD、カステリオンにシーズン終了までの契約で加入した。U-19 スロベニア代表を経て、2009年9月5日には、 新善試合のイングランド戦において19歳で A 代表デビュー。2010FIFA ワールドカップ予選ではプレーオフのロシア戦で出場し本大会進出に貢献した。ありがとうございます。